最後に筋肉が硬くなっている骨盤首頭蓋骨の可動域のの改善です。骨骨盤、首、頭蓋骨の再検査をして引っかかった箇所を施術します今回は骨盤左仙腸関節の硬さ首屈曲左回し頭蓋骨 右側頭骨の動きが引っかかったとしますでは例としてクラニアルで施術していきます付録の可動域検査法と一緒にご覧くださいまず骨盤左の先兆関節が硬かったとしますこの時の調整箇所は腸経骨となります 次に首、屈曲、左回しが引っかかったとしますこの際の治療は頭頂骨となります 最後に頭蓋骨、側頭骨の右側の動きが悪かったと仮定します。この際の調整ポイントは前頭骨となります。以上となります。